はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、剣の大冒険です。というわけでね。今回は、4オーナーということでね。買っちゃいましたね。はい、というわけで、まあ今回はね、スタッフさんの労働を連れてですね、まあ今回ちょっとお初の4オーナーストーリー、ナイトの方をやっていきたいと思います。これナイトでいいんだよね。アッシュフェールド。まあ、ノーマルでいこうかな。おっと、手が滑った。おっと、手が滑った。イニシエの騎士団に属し、陥落の塵の中から立ち上がった者たち、弱者を守ると誓った。ロングソードの達人、その起源は失われたが、彼らは正義のために戦い続ける。しかしオーデンとなれるのはほんのわずかだ。オーデンとなれるのはほんのわずかと言いながらも、敵の股間を思いっきり切り裂いてましたね。いやー、ん？外形？なんか違うの？なんかバケツみたいな。なんだこれ、ごっつい。あれ？これはどこが変わってんだ？女性かは男性ってこと？まあ、俺は普通で行こうかな。いや、なんかこっちの方がかっこいいな。これでいこうか。メイザルこれでいいのかなこれでまあとりあえず、三角を押すか、長押しでエモートが使える。エモートって何ですかエモートって何ですか。何、このまま放置 してたらいけんのかな。いやーね、最初ね、これ、ブロードキャストっていうのを使って生放送しようと思ったんですけど、マイクこう、ぶっ壊れてるの忘れてまして。ね、7人くらい見てくれたのかな？しょっぱな、開始1分くらい。すべては使える主を誤ったことから始まった。誤っちゃったの。ハービス同盟。壁を守れ！その日ブラックストーンリー壁をなめれ。それとホールデンクロスに出てこい。ドーベに、こんなことをする必要はない。今頭部って言った？頭部にって言った？敵を壁に近づけるな。敵を壁に近づけるな。カッカ、カッカ、カッカすんなって。うわ、なんかいかついの来たな。なんかみんなハゲみたいな。あー、まあ橋を落とすよね、そりゃね。あー、これ俺か。これはわしでいいのかな。私はウォーデンだ。自ら言わなくてもいいんじゃない。やるべき仕事もあった。行かなければ。お、ヤッホー、よう、何してんだ。仲間切れんのかこれ。どうやんの。あ、これね。いやじゃあ早速行こうか。いきなり初心者がハードモードで大丈夫なの。まあ困ったらスタッフに任せればね、敵連れてスタッフの方に行けばなんとかなるでしょ。お、なんだ、急に2対1か。分かってるよ、今押してるよ。死んじゃったよ。あ、これね、うん、これ防御だよね。あ、もう始まってんの。おー、びっくり。あ、なんだよ、なんだよ。やるときはやるって言えよ。OK。はい、カモン。はい、次こっちの番でしょ。そっち。おう。あ、なるほどね。あ、そういうことね。あ、チュートリアル。またチュートリアル的な感じね。はい。お前、もう次やったら四角ボタンで殺すかな、お前。おい。あ、まだ攻撃できねえじゃん。なに。うわ、上。はい、右。
上。あ、なにこれもう始まってるでいいの？はい、切りかかるよ。ほい。あ、壁のせいで。落ち着け。餅をつけ。あれ、なに、あ、強攻撃ね、これのことね。あ、ミッション達成。何回こいつ切ればいいんだろう。ほいほい。まだ四角使えないってことは、え、なに、倒していいんでしょ。ほい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 、これでいいのか。おう、あれ、こいつだっけ。こいつだっけ。切っていいですか。壁を守らねばならない。おいしょおいしょ、こっち。ほい。大体2人プレイの時は強攻撃でいいんじゃないか。あと味方に当たらないように上から切った方がいいのかな。スイヤスイヤ。おお、痛いな。痛いな。今スタッフに俺切られたんだけど、気のせいか。気のせいならいいんだよ。ほいほい。あ、意外と余裕ですね。これ本当にハードなのかな。バカうわうわなぜ倒れた。なに、こっち。どこ行けばいいか分かってないからね、俺。なんだなんだ、行け行け行け。はいよ。いやーせいせい、あ、せい。無双や無双や。私だ私だ、ひびれ風船いて。ちょっとさっきからなんか敵よりも多く味方の攻撃受けてんだけど、どういうこと。どういうこと、ちょっと。おお、痛いなこれは。あー、これ痛いな。あ、何、上の矢の撃ってる奴らを潰せばいいのかな。ん、お、スイスイ。あ、長押しするとミーザルなのかな。ほい、いいよ、おいしょおいしょ、いいね、素晴らしい素晴らしい。わーい、あ、おしい、キャキーン。狭いな。狭いぞ。よしよし、いいぞ。ほい、ちょっとやりにくいっすね。ちょっとまだ慣れてない感が俺出てるね。ほっほっ、壊してくださいと言わんばかりに壺が置いてあるから、あの、ゼルダの伝説でやってるとね、あの、壺は割ってくださいっていうね、ルールがありますからね。ルールというか、もはや常識？うん。壺は壊すためにあるからね。うん。君は何を切ってる。貴様は何を切ってるんだ。何ちょくまかしてる。何そこ行かなきゃいけないの？なんで？なんでそのフェイントレア。切るぞ、お前。お前切れたマジで。なんだあれ。アッシュフェルドで最後の聖域が陥落して以来千年の時が過ぎた。なんか急に喋り始めたよ、別に聞いてもないの。我らの祖先は死に物狂いとなった。今可愛い野郎だってなんかホモが言ってたの。少なくともそう伝えられている。何これ、破壊ポイント。アイアンリージョンではなんか見るオーデンの像を扉の前に備え付ける習わしがある。あ、習わしがある、そうか。しかし、しかしピーピーカーピーって。お、なんか強いのいるじゃないか。ちょっと雑魚潰したいんだけど。ちょい痛いでしょ、雑魚の分際で私に勝てるとでも思っているのか。どうやってミーザルやるんだろう。ほい、上からドン。スタミナ切れた。ここか。宝石はまだ撃てる。おうおうおお、俺勝手に進んじゃってっけどいいのかな。大丈夫かな、俺進みすぎてるな。あーら、あ、俺これ使いたいんだよ、この突撃って言って、このキャラクター使ってみたいんだね、個人的に。
突破口をつけ。あとはナイトの二刀流っていうのかな、あれも使ってみたいな。てか俺多分基本ナイト系だと思う、個人的に使いたいキャラなんだよね。あれはどうやって切んの。うわっしょい、うわっしょい、うわっしょい。おお、いけ仲間、ちょい貴様か。おお、ちょっとガードしてみっか。ほいほいほい、こっちさせるか。ほいほいほいからの上上上、はいドン、上からドン、上からドン、う相手も上からドン、うん壁ドン、うん壁ドン、うん通じない、うん、縦破壊からのドン、はいオッケー。だいぶ食らったぞ。あ、こんなことできるんだ。おーすげえ、どんどん回復するぞ。わっしょいわっしょい、痛えな。痛えな。これ味方、味方だよな。なんで俺さっきからずっと切られるんだか。ほい、なんだなんですかーい。なんかそこに雑魚いるんだけど。いや、あーら、おう、止まれ。ドーベニー、ドーベニー出てこい。私だ、何か用か。兵士たちが死ぬ必要はない、お前に機械をやろう。さあ来い。お前と戦えと、何が機械だ、一方的な処刑ではないか。では私の代理と。おい、お前が私の代理だ。私ですか。ではやろう。この声いいね。え、もしも拒否すれば虐殺が起こっただろう。急だね。おお、急だね。おお、はいや、ちょ、何雑魚。貴様調子乗るんじゃない、調子乗るんじゃない。ほっ、うお、あれ敵の体力多くね。ほっ、ほい、切れ、よし、ほい、ちょっとわからん。残念だったな、上からドン。ほっ、おっと、よいしょ、おっと。面白いな。おお、一回ガードしようか。で、上からドン、ドンからの、ほいほいからの上、おお横、上からドン、ちょっと避ける、上からドン、当たらないドン、当たったドン、はいガード、上からドン、上からドン、当たらない、はいガード、そして上からドン、なんか相手待ってくれてるドン、横ガードからの上からドン、上からドン、はいオッケー、ベリーマッチ、ガードを崩して、はいガードを崩して、壁ドンからの上からドン、上からドン、オッケー、はいガードして、んかつどん、んかつどん、私はあなたに勝つ、はいガードからの上からどん、上からどん、おう、そしてガレるけれど、横ガードからの上からどん、上からどん、オーケーベルマッチ。またな。おお、イエーイ、イエー、勝ったぜ。彼次第だった。楽しいな。名台詞上からドンだね。
ブラックストーンリージョンの騎士が名もなき一階の傭兵に敗れるなどありえんことだ。何の話してんのこの人、なんでビクついてんのこんなに。え、何どういうこと。ひざまずけ、命乞いをしろ、3分間待ってやる。勇猛に戦い誇りを持って尽くせ。ホールデンクロスがお前を見出そう。立て、ブラックストーンリージョンの騎士よ。あ、スカウト？ちょ、王様棒立ちやん。すべきことは終わった。面白いね。王様これ。はい。うんだよ、なるならしく見えるしよって。こうして皆さん、私はブラックストーン、さよなら。リージョンに加わった。私はブラックリージョンの方に旅立つよ。っていう感じなのかな。おう。ほい。いやー、おもろいね。ちょっと上からドン、ちょっとこれからずっとやっていこうかな。ストーリー、多分ストーリーじゃないと通じないんだろうけどね。ほい。あ、長押しなんだ。長押しちょっとめんどいね。一回丸押したらそのままやってほしいよね。いやー、面白いね。なんか途中から上からドンっていうの、俺のターンになったね。オーデンは十分の力を証明した。しかし、なすべきことはまだ残っていた。はい。アイアンリージョンの最後の聖域はバイキングに破壊される寸前であり、バイキング？彼らは救援を求めていた。食べ放題！長押し。選択。ハード。ちょっと今回2回いきます。なになに？長押し。な、ん？すべての攻撃ダメージが 5% 増加。他になんかない。休んでいると、休んだ。ヒーローを倒すと15秒間、ブースト。これでいいんじゃない？完了！ふぅ！ほい、来た！スタミナが切れると、パリ、読む前に消えるんじゃない。カスタマイズ、ロープリンガー。あ、これこれ、これ使いたいんだよ。ウォーロード。ちょい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 。マジ消えない。攻撃ブロック回避。パリーすれば、パリー。パリーピーポー。パリーピーポーすればいいのね。パリーってあれかな、四角ボタンのあれでいいの。ほとんどのヒーローを攻撃最初に丸で。丸？右、なんか、ロード長えな。ロードがいるから、ロードが長いのかな。うん、多分そうだな。よくわかった。うん。リージョンの数は多い。中でもアイアンリージョンは最も大きい。なんでうるせえな。しかしアッシュフェルドでアイアンリージョンは駆逐される寸前だ。この頃彼女のラインがクソうるせえんだ。彼らを率いるストーンは軍勢を必要としていた。ホールデンクロスの命で来た。ブラックストーン、総員はどこにいる。ここに。増援が一人。本気か。門を開け。導いてくれ。あれ、これスタッフもいるんだよね。俺ぼっちじゃないの。大丈夫だよね。戦いはほぼ。よっしゃ行くぜ。多分後ろにいることでしょう。上からドン、上からドン、オッケー。ちょっとザコほっぽって。敵を押し戻せ。敵を押し戻せ。ちょっとじゃああれちょっと食い止めます。ほい。ほい。ちょっとカチカチうるさいかもしれないね今回ね。今回通過。うん。もはや無双じゃねえか。おお。
下からのアングルちょっとかっこいいね。これかっこいいね。ロリコン、え、なにロリコン、あ、ロリコンか、そうか、よかったな。痛えな、さっきから。あ、こいつ敵じゃん。そんな方に、上からドン、上からドン、まだまだ上からドン、オッケー。なんか痛えなと思ったら、あいつだったか。ちょっと HP がないんだけど、おい、せい、へい、上からドン、上からドン、なんで避けるのかな。他になんか対照的な奴らはいませんね。あれ？スタッフさんどこ？スタッフ細胞どこですか？スタッフ細胞、あれ？ここか、ここか。戦ってる、戦ってる。おいしょ！任せて、上からドン！よし、ダメだこれ。上からドン！はい、同時打ち、死にそう、助けて。死にそう、助けて。助けて。あ、これ、あー。あ、破壊ポイントってやつ壊れてるところも素振りしなきゃいけないんだ。ちょ、どこまでもついてきます。ほい、おわキャラドン、おわキャラカツドン、任せて。いいね、いいよこのコンボ。てか同じキャラこれ。あ、女の子キャラっぽいっすね。あ、米敵だと思った、サオリいた。上からだね。上からやると多分振りが少なくて、多分仲間に当たりにくいんじゃないか。あ、地図にいんのか。どこ行くんだよ。貴様の方が知ってんだろ。ちょちょこまか回りやがって、ぶった切るぞ。ヒアウンズ、ヒアウンズ、ヒアウンズ、ヒアウンズ。こいつは、あー、ミニザルやりたいんだけど。うわキャラちゃん、うわキャラちゃん、うわキャラちゃん、オッケー。ほい、落ちろ。いや違う、横に落ちてたよ。落ちろ、イエス。だーいや、なんで貴様は倒れるの。ひざまずくな。ひざまずくな、命乞いをするな。これ何、なんか拾った。シャキーン。何、降りればいいの。陣地を確保する、陣地を覚悟する。うわキャラちゃん、うわキャラちゃん、オッケー。これハマるわ、この上からドンハマるわ。いいね、なかなかね。まあ攻撃は大体弱と強だけみたいですね。で、あとはパリーっていう、これがパリーでいいのかな。で、どうやったら、どうやんのかな。ああ、ごめんね、君、味方だったね。ごめんね、切っちゃったね。おお、あ、なんだよ、ローブリ、ああ、これ敵じゃん。おい、キャラちゃん、おい、キャラちゃん、キャラの横から、うんちょちょん、キャラの、おい、キャラちゃん、おい、おい、キャラちゃん、もう、いっちゃったん、横から、うん。素晴らしい、いいね、楽しいな、楽しいな、オンラインって、オンラインって楽しいな。久々だなこういうの。よいしょ。アピールボタン連打するとビクビクするよね。ちょっと他のなんだっけ、フォーナーやってる実況者さんとちょっと僕友達っつうか知り合いなので、ちょっとね、あの、その方とちょっとコラボできたらなと思ってます。うわびっくりした、上からドン、上からドン、キャラの横からちょんちょん、キャラの上からドン、上から痛い、上からドン、横ガード、横ガード、上ガードしなきゃ、これ上からドン、キャラの、キャラの上ガード、キャラの横からんちょちょん、んちょちょん、んちょちょん、んちょちょん。うるせえな、うるせえな、この実況。何、ミッション、破壊ポイント。いや、なかなか楽しいっすよ。は今優勢だった、最後の一押しを求めて。何、なんかあそこの、こっち行き止まりやないかい。とりあえずあの、ま、目印のとこ行ってんのかな。
よいしょ。目印はここ。おっと貴様、おお、やるじゃん。ほいほいほい、おい、キャラトン、おい、キャラトン、オッケー、ナイスナイス、援護助かったよ。ちょっとあれだね、ちょっと操作まだ慣れないね。なんて言ったって今俺初めてやってるからね。うわほい、おお、どっから来る、うえ、下からちょんちょん、下からちょんちょん、おっと、からのパリできない、上からドンが来るから、こっちも上からドン、上からドン、横上からドン、コンボ決めた方がいいのかな。上からドンから横からちょんちょん、ほっ、おう、ミーザルやりたいぞ。どうやるの、待った、違うのいる、うん、貴様邪魔だな。うわ、キャラドゥンドゥン、防がれるね。違う、ちょ、おー、後ろに回り込まれ、あー、うわ、ちょ、お兄さん、お兄さんこれまずいっすよ。オッケー、あ、雑魚うぜ雑魚うぜ、おいしょ、おいしょ、オッケー、ナイス、いいね。何ここで会ってんの、こいつら無限湧きするんですけど。誰も残すな、そう、お残しは許しまへんでっつって、上からドン、はい、ガードからのチョンチョン、上からドン、上からドン、オッケー、ベルマッチ、ほいほい、おいしょ。何ここ大将多くない、おいおい、私を置いてどこに、私を置いてどこに逃げようというのかね。ああ、ちょっと、うわ、キャラドン、ちょっと、君邪魔ドン。いけ、畳みかけろ、オッケー。いいね。やるじゃん、一般兵。ちょっと遠くね。うわ、キャラドン、うわ、キャラドン、うわ、キャラドン、うわ、キャラ、ちょっと横、上じゃないかー、なんか横にしたいあるんだけど何死亡した状態を、お、ありがとう、初のプレイで死んじゃったよ。はい、え、何つった、おー、貴様がわしとやんだ。おっちょっと、ちょっと部が邪魔。うわ、キャラドン、なんで下がったの、おい、ほいほい、おい、なんか今溜めたな、なんだあれが、俗に言う上からドン、あ、ちげちげ、まず、え、難しいな、なかなか、うわー、超むずいな、うわー、これ思った以上にむずくね、まずい、めっちゃむずいじゃん、え、いや無理じゃない、いや、は、うーん、むず、うわー、なあ、ちょっとこれ慣れないと無理だな。助けてくれー、助けてくれー、そこで私死んでいるんだ。ありがとう、ありがとう、よくやってくれた、よきかな。からの上かまってん、上かまってん、よいしょ、ほい、さっきはよくやってくれたな、ありがとう。あとこれ敵倒したら、おっと、
これまずいですね。おう、安らかに眠りたまえ。悪くない、ブラックストーン。ありがとう。実に悪くないぞ。無論俺一人でもやれただろうが。言うね。うるせえな、ほんと。ちょっとみんな聞いてくれよ。彼女がね、10分以上連絡しないとね、何回も返してくるんだよね。ちょっとだるい。ちょっと愚痴。はい。実況の邪魔されるのよくないんだよね。愚痴ってんな、俺。久々に愚痴ってんな。よいしょ。というわけでね、まぁ、ちょっと今回、1回か ?2 回死んだのかな、俺。ん ?1 回だよね。あれ俺そんなポンポン死んでないよね。大丈夫だよね。なんとか上からドンで頑張ってたよね。バイキングを、いやー、ほんとね、これ反射神経そうだね。てか喋っ、試算したリージョンの生き残りを集め、リマさん、ちょっと。ブラックストーンリージョンに従わせた。はい。ウォーデンには、このやり方に意義があるようだ。はい、というわけで、まあちょっとね、今回ちょっと長くなってしまったので、ここら辺で終わりにしたいと思います。ね、皆さん長々と、グダグダ実況でね、初見プレイということで、結構、下手くそな部分が見えてしまったと思いますけれども、温かい目でご覧になってくれたと思います。はい、まあ最後まで見てくれたということはね、多分そうなのかなと思います。はい、まあよければね、今後も、多分ね、次からは、あれかな、まあ、ブロードキャスト使って生放送しようかなと思っていますので、よかったら、顔出してください。それではね、次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ！